マジキュンルネッサンス。こんにちは、オールメディアプロジェクトマジキュンルネッサンス、私立星の森魔法芸術高校校長役の大塚明夫です。テレビアニメマジキュンルネッサンスのこれまでを振り返る映像の第3弾、今回は第8話から第12話までを一気に紹介します。それでは早速行ってみましょう。第8話、届かぬ光。星フェス本番まであと2週間となり、委員会メンバーはアートセッションの練習に打ち込みます。中でもテイカは兄たちの期待に応えようと一人自主練習に励みます。小花にはその顔がどこか辛そうに見えて。どこ行っちゃったんだろう。あ、一乗寺君。歌は熱を帯びたまま冷たく凍えて虚空に響き渡る。綺麗。でもなんだろう、このキラキラすごく悲しい。そこのない湖に沈んでいくように、息の仕方を忘れてしまった。もがくほど苦しい。なぜ抜け出せない。進んでもさらに迷うばかりで深く暗い森に俺は吸い込まれてく。一条寺君。果てることのない道をあとどれくらい行けば、俺は君という光に会えるのだろう。今どこに立って、何を思って明日を迎えればいい。私心配で。お前が心配する必要などない。じゃあどうして一乗寺君のキラキラはこんなに悲しいの？お前はずっとそのまま光の中にいればいい。まもなく開催当日が迫る星の森サマーフェスタ。果たして小花たちはアートセッションを成功させることができるのでしょうか。第9話、奇跡と魔法のフェスタ。ついにやってきた星フェス当日、小花は会場で愛ヶ崎家を目の敵にするテイカの兄マサナとシンラに出会います。本番当日も波乱の予感ですが、いよいよ小花たち星フェス実行委員会の集大成の時です。一乗寺君、さっき違う世界って言ってたの、よくわからないけど。でもずっとみんなで一緒に頑張ってきたよね。それって同じ世界にいるってことじゃないの？楽しんじゃおうね、アートセッション。僕たちにしかできないことがある。あ、そうきっと夢よりもキラキラの舞台、君と一緒に奏でる Dreamy Starlight Dreamy Night Shiny Day。
手を繋いだメロディ感情さえも体からこぼれてる天高くかかる虹に登ってみようまるでカラフルなパレット笑顔を運ぶ登る太陽まだ眠ってたつぼみを綺麗に咲かせてそうきっと夢よりキラキラの舞台君と一緒に奏でる Dreaming Sunrise Dreaming Sunrise もうきゅっと君の手を離さないするとそっと重なる運命 Dreaming Sunrise Dreaming 列車にね光たちがワクワクを分けてくれた奇跡と魔法の鐘を鳴らしてる願いひとかけらみんなで結ぼうほら聞こえるよ見えるよ One, two, three, let's step by step to the sky そうきっと夢よりもキラキラの舞台アートセッションを大成功のうちに終えた委員会メンバー小花たちのおかげで皆の心に残る星フェスとなったようです。第10話ときめきサマーホリデー。星フェスの打ち上げを兼ねて小花たちは海辺の別荘にやってきました。そこで小花は顧問の千恵里から学生時代の母さくらとの思い出を聞きます。そして星フェスを終えた委員会はこの日をもって解散することになっていました。宴の後寂しい。そうっすね、俺たち今日が終わればバラバラなんですよね。ううん、いや、そのみんなせっかく出会えた奇跡のような出会いだから私もっと一緒にいたいです。そうだよな、俺たちが力を合わせればもっともっといろんなことができそうだよな。そうっすよ、さすがリトルフラワー、いいこと言うね。でも星フェスが終わったのにどうするの？ジョージ何か思いついたの？よっしゃ、できました。よし、大きくなるといいね。この桃の木くらいに何年かかるかな。記念樹も植え、星フェス委員会の役目も終えました。お疲れ様でした。ですが各自また新たな目標も見えたと思います。ということで今後このメンバーで星芸イベント委員会を始めたいのですが。は？東堂先生顧問になってください。何？やっとお前らのおもりから解放されたのに何言ってんだ。そこをなんとかよろしくお願いします。めんどくせえな、知らねえよ。ああ、今チェリーが笑った？いいよな。ってことは笑ってない。ってかチェリーって呼ぶな。どうでしょうか。わかった、とりあえず
お前たちの希望は校長に報告しておく。分かったって。やったそうじゃない、お前ら最後まで人の話を聞け。キラキラ光が弾けてる。僕らはまだ気づいてない、手にしている魔法を。一人じゃない、その言葉が全て変えるきっかけ。世界がほら輝き出す、君の瞳に映るよ。溢れ出した夢のような奇跡の瞬間。僕のプリンセス巡り合えたのさ、星芸イベント委員会として再始動することになったメンバーたち、彼らの活動はまだまだ続きそうです。第11話、あなたは運命の王子様。ハロウィンパーティーで眠り姫をモチーフにした演劇を披露することに決めた小花たち。6人の中から王子役を選ぶため、舞台監督のジュリはオーディションを開きます。果たして姫と結ばれる運命の王子に選ばれるのは誰なのでしょうか。全員合格。みんなの気持ちは本物だった。私の理不尽な要求にも誠意を持って答えてくれたし。分かってやってたのかよ。誰がやっても立派に王子を務められる、私が保証する。ちょっと待ってください。ちゃんと決めてよ。さっきまでの審査は何だったんだ。しかし現実は残酷。あなたたちの中からたった一人を選ばなければならないのです。最初からそうだ。ここは一つ運命に委ねようではありませんか。運命。よし、こいつで勝負だ。俺の勝ちです。くっそー。呪いを解き、私を目覚めさせてくれたのはあなたですね。この花をあなたに。ありがとう、私の運命の王子様。愛ヶ崎。愛ヶ崎先輩。小花。大丈夫か、愛ヶ崎。よかった、気がついて。大丈夫っすか。なんだか急にクラッとしちゃって。貧血。保健室行った方がいいんじゃん。手遅れでしたか。校長先生。どういうことですか。愛ヶ崎さん。はい。残念ですが、あなたには星芸をやめてもらわなければなりません。果たして校長が自主退学を勧めた理由とは何なのでしょうか。第12話、凍れる森の眠り姫。破滅型のアルテの光を生み出してしまった小花は自主退学を勧められます。テイカたちは手を尽くして小花を助ける方法を探そうとしますが、手がかりすらつかめません。現実に打ちのめされた小花は
控えるよう言われていた生け花を生けてしまって、何一つ異常がないそうです。ただ意識がないというだけで。一体何が？愛ヶ崎が倒れていた現場には花を生けていた痕跡があった。思い詰めるあまり自分の心を閉ざしてしまったのかもな。だとすればだ、その原因から解放されない限りおそらく愛ヶ崎は目覚めない。そんな、お母さん、あなたには失望したわ。私みたいになるんじゃなかったの？なれなかったわね。お母さん、もうなれないわね。お母さん、お母さん、あなたなんか私の子供じゃない。できなければ私なんか誰も誰も。委員会メンバーの必死の呼びかけも虚しく、小花は目覚める気配がありません。それでも諦めないメンバーたちですが、小花を救うことはできるのでしょうか。これまでのマジキュンルネッサンスパート3、いかがでしたでしょうか。次回第13話はいよいよ最終回、お見逃しなく。キュンキュンマジキュン。